ビクトリア・マウント・バッテンビクトリア・マウント・バッテンは、初代ミルフォード・ヘイブン公爵、ルイス・アレグザンダー・マウント・バッテンの夫人。結婚前の名は、ビクトリア・フォン・ヘッセン・ダルムシタット。ヘッセン大公ルートビヒ4世と最初の日である、イギリス王女アディスの長女として、ウィンザー城で生まれた。3歳までは、ベッスンゲンで育ち、その後ダルムシタットに、家族で住んだ。 彼女は妹エリーザベトと同じ部屋に生活し、良い教育を受けた。1878年、ダルムシュタットで大流行したジフテリアに、対抗一家が罹患し、末妹マリーと母アリスは助からなかった。ビクトリアは、幼い兄弟たちの母親代わり、父の秘書代わりとなった。1884年4月、ダルムシュタットでビクトリアは、 父の重帝ルートビヒホンバッテンベルクと結婚した。彼の父アレクサンダーは、帰戦結婚をして、ロシアの軍人となっていたため、子供たちは、下級貴族扱いであり、資産も少なかった。この結婚に、父ルートビヒは不本意だったため、夫がイギリス海軍の軍人だったこともあり、ビクトリアはイギリスで生活するようになった。夫が地中海へ航海に出ると、ビクトリアも同行して、 マルタで一冬を過ごしたことがあった。彼女は息子ルイスを10歳まで自分が家庭教師代わりに教育した最女だった。ルイスは1968年にビクトリアを表して母は歩く百科事典だったよ。と言った。第一次世界大戦が始まると夫ルイスとビクトリアはワイト島に引退した。国民感情を考え敵国ドイツの姓を名乗るのに不都合となりイギリス王家は ウィンザー家と改名した。それに習い、ビクトリアたち一家はバッテンベルクからより英語的なマウントバッテンに改正した。その3日後、夫はジョージ5世よりミルフォードヘイブン公爵を受釈された。この戦争の後の1917年のロシア革命でビクトリアは妹2人、エリーザベトとアリックスを失った。ビクトリアは長女アリスの病に心を痛め、 家庭の不和で行き場をなくした孫、フィリッポスを引き取り、イギリスで養育した。夫と死別してからの彼女は、第二次世界大戦中に、ケンジントン宮殿に住んでいた。宮殿が空襲にあった後、ウィンザー城に住まいを移した。戦後、息子ルイースが、インド総督の任務を受諾しようとしているのを知ると、危険だからという理由で最後まで賛成しなかった。1950年、 ルイスの家に滞在中病にかかり、ここは私が死ぬには良すぎる場所よ。と言って、ケンジントン宮殿に戻り、そこで没した。ありがとうございます。